はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。愛国女性の集い花時計さんの主催のですね、秋篠宮悠仁親王殿下のお誕生日をお祝いする奉祝パレードに参加してまいりました。今日の日中ですね、9月6日っていうことなんですけれども、前倒し、やっぱ平日は人来れないもんねーなんていうことで、写真のあの左にいらっしゃるのは村田春樹先生であります。久しぶりにお会いできて嬉しかったであります。名前が似てるもんで村上春樹と間違われやすいんですけれども、村上春樹と間違われるのがすごく嫌だなんて言ってましたんで、間違えないでください。見た目は革靴、履き心地はスニーカー、アシックスが出してるですね、テクシーって靴の25センチをですね、議員時代履いてたんですけれども、なんかガボガボになってきたなぁ、ということで、24.5 センチの買って、今日初めて、履いてったんですけど、24.5 センチでも、なんだかガボガボなんですよ。年取って足、24センチぐらいに縮んじゃったのかもしんないですよね。次靴買う靴は24でいいかな。今時の女子にも負けちゃうな今の女の子24ぐらいですよね。今日も暑かったです。34度でした。で出発がなんと午後1時半という一番暑いとこ、なんでそこ狙うのみたいな感じだったんで、すごく暑くてもうぐったりしちゃったんですけれども、観測史上初都心の8月、奥多摩とかあっちの方は違うんですけど、都心、多分23区のことなんでしょうけど、8月が全部真夏日だったそうであります。つまり30度を下回ったのが1日もなかった、言うみたいね。なんか呼び方25度で夏日、30度で真夏日っていうのが呼び方がもう時代に合ってないのでは。25度は秋日じゃないですか。30度で夏日、35度超えたら真夏日っていう風に変えたらいいんじゃねえのかな。国連の方ではですね、新たな金の匂いを嗅ぎつけたのか、地球沸騰化なんて言い出してましてね、気象庁さん11月まで暑いで発表になっておりました。うわーって感じなんですけども、11月まで暑いみたいです今年は。これ関東でも2期作できるんじゃねえかっつうぐらいの暑さ。今沖縄とかのごく限られた場所ぐらいでしか2期作、つまり2回取る収穫するっていうのできないみたいですけど、関東でもできるんじゃないか11月まで暑いっつうなら。そういうもんではないんすかね。教えて詳しい人、2期作2毛作なんてのもありますね。2期作は同じ作物を2回取る、2毛作はほうれん草収穫したら次に豆植えてみたいな、そういうのを2毛作っていうらしいんですけど、11月から急に真冬で、しかも厳冬とかだと踏んだり蹴ったりですね。寒くないと困る人もいるんでしょうけど、あと寒くないとやっぱ消費鈍るんだってね。北海道とかその厚手のコートとかあったかい靴とか売れなくてみたいな、やっぱ消費鈍るみたいなんですよね。やはりここはですね、不買などで中国経済を妨害してですね、日本の10倍以上、世界の4割以上を出している二酸化炭素を減らすのが急務じゃないのかな。あとこの急激な気候の変化は中国の砂漠化が原因じゃねえかなんて説もありまして、普段から中国のものはなるべく買いませんけれども、私は知らずに買うことはあるんですけれども、首相官邸新しい資本主義実現会議開催、見るからにうさんくさい会議なんですけど、働きたければ生涯現役で働ける社会環境整備が急務と発表になっておりました。その会議の結果として出た結論が、働きたければ生涯現役で働ける環境整備が
急務と。まあ、働きたければ、働きたければっていうことなんですけれども、世論です。働きたくないでござる。生涯現役なんてどうやって達成するんだろう。いや、全員っては言ってない。全員生涯現役な、定年は許さんとは言ってない。80超えても働けっていうのはどうかと思う。高齢者が働いてるのを見ると辛くなる。年金だけじゃ生きていけなくなるってことだよ。所得倍増計画はどうなった？そうだ、どうなった？岸田。死ぬまで席は譲らないって意味も込めている。万事他人事、岸田の言葉。働きたい人はって書いてあるのに、やっぱりというか、なんというか、生涯奴隷かギャーとか、年取ってから働きたくないとか、一生働かせる気かとか、短絡的な投稿多数でありました。一生働かせるって、この人は働くのが苦行なんでしょうね。苦しいことなんでしょうね。CIA 英語圏の人間にとっては世界一習得に時間がかかる言語は SSS プラスの日本語。お墨付きなんですけれども、日本語だけ SSS プラスっていう別格のクラスが設けられちゃって、日本人にとっても難しいのは変わりなく、3割程度が役所のお知らせ程度の文章を理解できない機能的文盲って言われてます。人は今も、働いてない人、働きたくないでござるって書き込んでる人は今も働いてない人、年取ってから、じゃなくて、私ができたら一生働いていたい口なんで、何もせんかったらボケるよな。知り合いのお父様でですね、お会いしたことはないんですけれども、90超えてお掃除の仕事されてる方いらして尊敬しちゃうな。健康診断の数値もどこも悪くないんだって。すげえな。これも働いてるおかげかなって思うんですけど、亡くなった高野豊島区長85歳もそうでしたけど、麻生さんとか二階とか80歳超えの政治家結構いますよね。おっざーとかね、おっざーとか、年金だけじゃ無理だから備えろって言ってるように感じんだよね。どうしてもね、急務だ。年金だけじゃどうにもならない事態が差し迫ってるってことなんですかね。で、官邸で盛んにですね、新しい資本主義実現会議とかやってるけど、アイデア出し合ってね、いまいち何がやりたいのか言いたいのか見えてこないですね。結局はですね、よし増税だって結論になったら、おごるでしかし、結局はそれがみたいな、そうなりますね。男女共同参画局予算、ほぼ倍額要求。これ男女共同参画予算とはまた違いますからね。国の部署の参画局っていうところだけの予算になります。 30.7 億円から 54.4 億円へ、増額の主な建前なんですけれども、女性活躍交付金、そんなのあんの。 2.7 億円から7億円へ、性暴力被害者への体制整備、300万円から 2.3 億円へ、大盤振る舞いですね。 NPO と連携した、だんだん怪しくなってくる孤独対策、0から4億円、いきなり4億円、こんなもん願ったのに、LGBT 理解増進に、7000万円、願ったのに、今まで願ったのに、試験なんですけど、国の予算、その局の予算は 54.4 億円ですけど、実はそうではない。地方自治体のあらゆる事業、あらゆる部署に男女共同参画予算っていうのが薄く広く埋め込んであって、それは例えばですね、町のイベント予算にもこっそり滑り込ましてあります。それの総額推定10兆円って言われてまして、全然効果感じられないし意義も理解できないんだが、続ける必要はあんのかな。男女共同参画予算10兆円削ったら防衛費なんかすぐ出んじゃねえの。女性だけ活躍交付金、男性差別じゃねえのかな。男性は差別じゃねえや、男性は活躍しても交付金もらえないのか。性暴力被害者への体制整備、証拠あれば性犯罪ってなって警察の出番ですよね。それね、強制なんとか罪とか、そういう風になって警察の出番なんですけど、
性暴力ってね、言われるものは慰安婦みたく物証なし証言だけ、でっち上げの恐れがあって言ったもん勝ちなんですよこれ、性犯罪にできないものを性暴力って呼んで呼び出したっていう、パヨどもが、言い換えてるわけで、こんなのね、国の予算使ってんだねって、NPO と連携した孤独対策、孤独な人は好きで孤独でいいんだからほっといてやるのが人情じゃないかな。それにこれどうせ女性だけなんでしょ、孤独な女性だけなんでしょ、孤独な男性は放置すんでしょ、知ってますよ。LGBT 理解増進7000万円で何すんだろうな、学校に配る小冊子でも作るんでしょうかね、これも徐々にですね肥大化していってですね、各学校に理解増進セミナー開催を義務付けで、理解増進講師協会とかができてですね、天下り先と利権化するって予定されてますね、これネットですでにこういうのできんじゃねえかに予想されております。こんな予算認める増税メガネ、どうせ認めんだろうな増税メガネは、結論なんですけど、怪しい事業を徹底的に調べて中止すれば国の財政再建は簡単で、今発行してる国債なんかもすぐ返せる、減税もできる、社会保障費ガーも心配なくなる、留学生にあげてるお金もなくす、全部、むしろ留学生からはお前ら卒業しても日本のためになんねえからっつって、むしろ金を取るであるとかね、外国人生活保護なんかは全部廃止する、むしろ滞在税を取る、お前らのせいで役所に通訳を置いたり表示板に英語書いたり金かかるんだから滞在費滞在税出せ、3ヶ月以上滞在するやつは1人いくらいくら払えっていうのをやるべき、早い話が黄金中中族殲滅大作戦ですかね、名付けるとすれば長えわって話なんですけれども、奥の木信夫、奥の木信夫川口市長が、森県ですか、これ県でいいん、あ森じゃねえ、斉藤健ですか、たけしって呼ぶ場合あるねこれね、法務大臣に要望書を提出、犯罪を犯した外国人は速やかに送還してくれ、難民申請中で仮釈放中のクルド人に行政サービスを提供する必要があるのか、国が判断してくれ、まあこれ遠回しに行政サービスいらないんじゃないか、国としてはどう思ってんの、聞いてんですけれども、この市長ですね、自分のホームページの制作にですね、外国人も住みやすい川口にとか多文化共生とか綺麗事掲げてんですけど、現実には負けたみたいですねザマービルとか、世論です、日本人でも外国人でも犯罪者は許すな、川口署の人数じゃ対処できない数だしな、2000人からな、何しろ一説によると3000人いますね、でね、川口署何人かわかんないですけど1000人もいないっしょ、1000人もいないと思いますよ、人口25万人の新宿署、あそこがね都内で一番でかい警察署なんですけど、それで500人ぐらいです、川口署人口70万だけど1000人いないんじゃないかな、市で対応できる範囲を超えてるわな、ちゃんと強制送還されてるのか不安になる、共産と令和の市議が反対してそう、ついに許されない段階に来てしまったんだな、不法滞在の時点で全員犯罪者、難民申請中は強制送還できなくしたのは民主党、市民からの付き合いがすごいらしいから市長も大変、違法解体業もきっちり取り締まれ、市民の突き上げがきついらしい、そっかそっか、それこそ政治のあるべき姿ですね、最大多数の最大公約、まあ、突き上げしている人が多ければ多いほど、まあ、それに向かって、行くのが政治、
少数の声がでかいやつの話聞くのは民主主義じゃないですからね。例の暴動で市民病院がですね、4時間程度麻痺した。で、市民が急に危機感覚えたみたいであります。寝取られた恨みだか、名誉殺人だか、なんだか知らんけど、やりすぎたんですね。まあ、自業自得ですね。10月1日午後、池袋で外国人実習制度廃止デモやります。最初はですね、不法滞在を許すなデモにしようかと思ったんですけど、許すなっつっても、どこをどうすればいいのか、いまいち曖昧だなと思って、こちらにいたしました。コール文に、不法滞在を許さないぞーとですね、難民偽装を許さないぞーも入れます。これはこちらも入れます。で、今迷ってんのが、難民偽装を許さないか、偽装難民許さないか、どっちかなー。難民偽装を許すなってなると、その偽装を許すなだから、嘘をつくことを許すな。で、偽装難民許すなってなると、嘘ついてるやつを許すな。ってなりまして、ちょっとどっちかなー。嘘をつくことを許さないのか、嘘つきを許さないのか、どっちにしっかなー。ちょっと迷っております。皆様よろしくご参照ください。フランスフィガロ、ジャポンエコー。なんて発音するんだろうね。ジャポンかなんかいいのかね。編集長、レジス、アルノー。世界最悪級の連続児童性加害者、ジャニー北川にことごとく無力だった日本のテレビ局幹部らは、今すぐ名刺に弱気をくじき、強気を助けるって書け。五輪反対の50人ばかしの集会、取材に惜しげもなくヘリコプターを出動させるのに、ジャニー北川の被害者は取材しようとしないのな。醤油舐めた愚かなティーンエイジャーを寿司テロリストってそれほどか。バックのない弱者ばかりを過剰に報道して、ケチョンケチョンっすな。ネットの反応、世論です。外国人に指摘されるって恥ずかしいよね。そりゃゴミって呼ばれてる連中だし、日本のテレビ業界は後進国以下だよ。こんなんだから誰もテレビ見なくなるんだよ。言われなくたってスポンサーと権力者の犬だよ。スポンサーに遠慮しないで済む NHK もこの有様。テレビ見てるとバカになるから、テレビを見てる人はバカですに変化。誰かこの人に1万人の抗議デモも全部が無視して報道せんかったんだよ。 NHK デモは何回もやってんのに未だにどこも報道せんのよって教えてやって。1万人のデモでも行儀を改めなかったテレビ業界に事情は無理なんで、こうした外圧は歓迎ですわね。次はイギリスあたりのメディアはですね、日本の報道は異常って言ってくんないかな。我々もですね、テレビ大好きな人に、今時テレビあるんすか、つまんなくないですか、つべとネットのサブスクで十分では。啓蒙活動頑張りましょう。ゴミ、弱気をくじき、強気を助けて何が悪いとか思ってそう。いや、思ってるよな。スポンサーと権力者の犬って指摘ありましたけど、スポンサーに外国政府が混じってんのが大問題ですよね。TBS の親会社の毎日新聞は中国共産党のから金もらってるって名指しで指摘させてたし、権力者にも外国の権力者が入ってんのも問題ですよね。日本のテレビは後進国以下。これにも大賛成。弱気をくじくどころの騒ぎじゃないんですね。ゴミテレビの連中の腐った少年はね。弱気を助け、どころじゃないよ。日本のテレビ局は。この人は日本に来て間もないんだが、よくまだ分かってないね。そのテレビ局の、根性の悪さ、少年の腐りさ、悪辣さっつうんですか。もうちょっと教えてやれば、もうちょっと詳しくなるんじゃないかと思っております。というわけで、メール党員さん大募集であります。
動画説明欄もっと見るをクリックしていただくといろいろバババババって開きますんで、皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。